黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ、イエーイ。よーし、1年ぶりのこのポイントだな。どうだ、ちょっと微妙ではあるんすけど、こういうとこ入ってんだよね、結構ね。せーの、こんにちは。黒猫チャンネルの黒猫とアマズナイトです。ありがとうございます。今朝の5時半直前ぐらいです。そうですね。ということで、こっそり撮らないと大変なことになります。大変です。今から山に行こうと思うんですよ、2人で。うんうんうん。ね、最近全然樹液出てなくてクワガタ取れてないんですけど、そろそろだよね。そろそろだと思うね、うん、いい加減そろそろいると思うんで、うんうんうん、ちょっと山にね、行ってきてみたいなと思います。今日はいると思いますよ。今日はね、さすがにいるだろうと、うん、ということで、ちょっとプチ採集なんですけど、頑張っていきたいと思います。思います。山に来ております。久しぶりの山です。ああ、まあとりあえずまだここクワガタ出てないんで、はい、近所でね、確認できるようなこういうとこ来てみました。その木の裏だよね、確かね。そうだね、この木の裏で、はい、では行ってみましょう。まだに噛まれるぞ。痛い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 。なんだこれ、うん、どこ行った、あれ、痛い痛い、これなんだ、なんだろうね。うん、ちょっとズーム、よし、うわー、なんかすごいいっぱい汁出してきた。うわ、バッチ、これなんだ、マイマイのメスかな。怖いよね、うん、形がね、逃がそうか、なんか汁もついちゃった。うわー、バッチ、これ威嚇ですかね、やっぱりね、多分ね、身を守ってくるんだろう。うん、臭そうだな。ここですね、重機が出てないかな。出てない。あ、なにこれ。何やってんだこれ。アリがクモの巣に引っかかってんのかな。なんかアリの墓場だこれ。わあ。やばい。でもこれそっとしとく？自然だし。うん、ね。ちょっと調査してみます。はーい。ジョキちゃん出てきた。あ、今、入っていった。お、お、いる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 。今、お尻向けとると思う。いるんすよ。これ見える？どこだ？ここに、ここにね、いたんですよ。ちょっと奥、あ、いるいる、なんかいる。ほらほら。これをかき出してみたいと思います。初クワか？初クワなるか？なんかスポークの向きが。届かない。秘宝です。はい。あのね、奥の方にすごい入り込んじゃって、取れないんですよ、どうにもこうにもね。そうですね。うん。で、こういう場合は、めくれ壊す人いるんですけど、うん、壊さずに諦めましょう。そうだね、めくれ壊しちゃったら次入ってくる。うん、虫がね、取れないからね、うん、もういるの分かってるんで、また次後日来たら取れるかもしれないんでね。はい、そんな感じで、じゃあ次のポイント行きますか。行きましょう。よーし、1年ぶりのこのポイントだな。どうだ、ちょっと微妙ではあるんですけど、こういうとこ入ってんだよね、結構ね。どうだろう、ちょっといないっぽいか。ちょっといないっぽいっすね。ああ。あ、何あれ。また胸赤いるわ。でも樹液出てきてますね。そうだね。ああ。よしよしよし。じゃあ次行くか。行ってみましょう。
次はね、ここなんですけど、はい、高いんですよね。高いですね。グーンと上がって。あそこ、見える？見えるかな？角度が。あそこですよ。うん、高い。2メートルとは言わない高いんで、はい、ここはね、はしご使ったんだと。うんうん、今言えてた？はしごって。はしご？うん。はしご使いたいなと思います。はい。よいしょ。アマゾナイトカメラです。今ね、どうだ、ここにちっちゃいココアガタのメスみたいなのがいます。ちょっと撮ってみます。ちょっと待ってよ。やばいこれどこ、めっちゃ怖い、これ。よし、まあ、奥入ってないから撮れるかな。それ流れると難しいな。出るか。お、出てきた。よし、アマゾナイトがゲットしてくれたのはこいつですよ。まさかの平田。やばい。おお、平田だね。やった。3センチ、4センチあるかなっていう。4センチちょいぐらいか。そうね、はい、メスだって言ってたんですけどね。まさかのオスでした。オスでしたね。うんうん。まあ、ちょっと記念にね、持って帰ろうかなと思います。はい。新生虫かな？綺麗だね。うん。何もついてないしね。ちょっと俺の指挟もうとしてるだろ、お前。怖い。うわぁ、広げてる。うわぁ！さっき撮れてよかったよね。うん。さて、去年散々お世話になった木。ですね。うん、いるかな。ちょっと下のめくりからまずはね、見ていきましょう。こっちは樹液出てねえな。樹液出てねえわ。よし、上のめくりね、見ていきたいなと。はい。上がメインなんでね。うんうん。よし、じゃあはしごだな、これも。そうだね。2メートルぐらい登ってみましょう。はい、登ってきた。なんかいないっぽい。いないっぽい。うん、いないっぽい。まだこっちは樹液出てねえな。めくれ、しっかり調査。あ、でもいないっぽいね。あ、いねえよ。あ、いねえわ。こっち側いないっすね。裏側行かないとな。裏側も見るよ。うん。まあ、一応しっかり見てからね、次、裏側行きます。登ってきましたよ。これはね、いない感じかな。樹液がね、まだで、こっちは出てないんですよね。うわ、前々かぶり。前々、あ、ほんとだ、前々だ。でけえ。でけえ、これ、後で取り出してみて、見る、これ。そうだね、ちょっと。まいまいだ。久しぶり見たね。久しぶり見たね。はい、ここにね、いい感じのめくれがあって、ここによくクワガタ入ってるんですけど、うん、今日はいないですね。ないっぽいなぁ。うん、こっちはいねえや。もう一つ上のポイント。どうだろう。ここは？ちょっと iPhone でチェック。これね、向こう側と連動してるんですよ。繋がってる感じ。あ、いる？あ、何これ。何かが、何かが見えます。いや、これ穴だな、ただの。ちょっとひっくり返ります。あ、でもちょっとずつ樹液の匂いしてる。アリがいるね、アリが。はい、匂いはね、してきていますけど、ここはまだ、ね、今日はまだ入ってないですね。あ、まあ、もう少ししっかり見てね、うん、行こうと思います。はい。しょうがない。前々かぶり出しましょう。前。うん、後で戻すけどね。アマゾナイトできる？前々？前々。
怖いな。いや、噛みはしない生物だから、まあ、大丈夫だと思うけど。チューチューするんだよね。はい。バイバイ。バイバイ。失礼します。休んでるとこごめんね、マイマイ。お、長い首を。お、すごい。お、そちら入っちゃダメだ。うろ来た、うろ来た。こっちうろ来た。うろに来た、こっちの。マジで。マイマイ。何一つ見えない。あ、出てきた、出てきた。あ、顔が出てきた。出てきた、あ、出てきた。あ、落ちた。痛い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 。マイマイだ。マイマイ、マイマイ取ろう。よし、捕まえよう。あーしゃー。ゲット、マイマイ。マイマイかぶりですよ。ねえ。うーわ。いい答えだ。いい答えだ、すごいって。首長えな、お前。これね、カタツムリ食べるんですよね。あ、レッドアイじゃね、これ。そうだ。レッドアイだ、これ。ほんとだよ、レッドアイだよ、これ。珍しくない、これ。やばい、これ、買っちゃうとか言って。マイマイかぶりって買えるの？いや、わかんない。でも、カタツムリあげるんでしょ。昆虫ゼリーとか食うかな。どうする、ちょっと試しに買ってみる。うわ、これレッドアイですよ。かっこいいね。マイマイかぶりってレッドアイなのかな、わかんない。これとりあえずちょっとゲットしてみます。そうだね。買えそうになかったらまたここに持って帰るんでね。うわー、すっごい。何これ。うわー、怖い。怖いですね、これ。ああ、とりあえず持って帰ろうか。そうだね。帰ってきました。戻ってきました。今日の成果行きたいと思います。そうだね。いいよ。でれれ。せーのじゃがじゃん。はい。はい、出てきた。うん。マイマイかぶり変な汁出してるんじゃないか、これ。やべえ、マイマイの汁じゃないか、これ。匂いはしないな。はい。マイマイカオリーと、ヒラタクワガタ。とりあえずヒラタクワガタから計測いっちゃいましょう。はい。マイマイちょっと待っててね。マイマイ。よし、ヒラタ行こう、ヒラタ。ヒラタ行きましょう。はい。スイッチオンして。気持ち、これぐらいで。しておこうかな。全然ありません。はい、4センチぐらいだと思います。いてててて、これ新成虫じゃねえかな。力がね、強いね。うん。いきます。ちょっとずつ、縮めて。お、お。こんなもんか。うん、こんなもんだな。もうちょっといけるか。よし、こんなもんだな。そうですね。うん。いきます。気になるサイズはですね。なんと。はい。うおー、43.7。ちっちゃいですね、平田ではね。かわいいね。さっきティッシュで拭いてたんでティッシュついてるんですけど。はい。まあまあまあ、多分ね、新生虫かな？うんうんうん。ダニついてないんですよ、この子。とっても綺麗ですね。うん、いい感じです。いてててて。いてててて。いてててててて。よし。まあまあ、とりあえずこれで、ね。問題、マイマイかぶりのレッドアイの方だよね。やばい、開けてはいけないパンドラの箱みたい。うわ。うおー、マイマイ、なんかすっごい体つきたいな、お前。ね。結構ファンがいるみたいですよ、マイマイ。わーあ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 ーマイ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 すごいね、活発だ。レッドアイなのか？ん？どうしてレッドアイなのか？ん？ん？レッドアイか、俺は。なんか黒くない？黒いんじゃない？あ、黒いかもしれない。マジで？マジか。ちょっと開けます。これはね、ブラッキーだ。ブラッキーだな。まさか、まさか、おー、ちょっと待って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 、これね、ブラックアイですね。レッドに見えたんだ。うわ、くっさ。ゲロスト。レッドに見えたんですけど、これライトの加減？ブラックアイだね。そっか。
ちょっと臭いしね、山に返そうかな、この子はね。元の山に返して、吐きそう。返したら、くっせ。くっせ。くっせ。何この匂い。くっせ。やべ、くっせ。足挟まってる。よし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 。いや、やばいな、お前。よし。この子はね、元の山に返してあげたいなと、思います。くっせ。これ、帰るやつじゃねえわ。やばいです。はい。まあ、ということでね、今日はこんな感じでしたね。もう前々かぶりちゃんの方はもう本当にさっきの場所に返したいと思います。匂いとんでもないですね。それが一番いいね。うん。はい、今日の収穫、平田クワガタのひっちゃんでございます。ひっちゃんですね、ひっちゃん。ひっちゃん。ひっちゃんですね。おー、まあまあね、かっこいいね。かっこいいよ。ちっちゃいけど、今年初クワゲットしましたよよし、じゃあ今日はこれでお別れいたします。黒猫チャンネルの黒猫と、はい、甘酢ナイトでした。またよかったらコメントで感想など聞かせてください。はい、うん、はい、せーの、バイバーイ。